前回までの気流編あらすじ認識。気流が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり、堂島組若頭補佐太平一家組長阿波野弘樹が新たに台頭していた。阿波野さんな。阿波野は立花不動産が持つ空の一粒の情報を奪う。桐生ちゃんもなかなかやばい状況だ。いい写真ですね。ちょ、触らないで、触らないで、その写真に触らないでよ。それちょうだい。かたくなに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。うわそうだな。久瀬さんかっこよかったんだよな。兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出する。来るよなこのシーン。来るよな。その錦山とも決別を余儀なくされる。もうやめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。東条界最強と言われる堂島組との対立が深まる中、 それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。錦はちゃんと山から降りれたのだろうか。なあ、第9章、大包囲網。どうも、山上です。さあ、戻ってきたぜ、神室町に。大包囲網ってのは、桐生ちゃんが包囲されてんだよな。そうだよな。ああ、これが堂島組で、桐生ちゃん。何普通に歩いてる？バカバカバカ、逃げろ逃げろ逃げろ。おい、おめ誰だよ。誰かわいそうに。あ、キリュウちゃんとお揃いだっただけでボコボコだ。あ、すごい探されてるんだ。堂島組総動員ですか。おい、キリュウじゃねえ。キリュウちゃんのせいで神室町の治安がちょっと。ごめんなさいね、デート中に。ごめんね。いや、本気ですよね、堂島組も。こいつ見たらすぐに知らせろ。パンチパーマー、いい写真だね。あんた、錦にちゃんと車買えそうね。もう。え？おい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 、マジか。俺たちのカムロ層が。そこには錦とのいろんな思い出が。バカバカ、ごめんなさい。近隣の皆さんも、あ、赤ちゃん抱いてる。おいおい、カタギの皆さんを巻き込むんじゃねえよ。嘘だろ。桐生ちゃんの戻る場所を消されてんのか。おい、やべえぞ。いや、もう隠れる場所ないんだな。桐生ちゃんもなかなか大変なことになっとるの。忘れてた。クソ、堂島組のやつら俺の逃げ場をなくすためにアパートに火をつけるとは。もうヤクザのやることってやばんね。ご近所さんと大家さんに今度謝りに行こうな。まあ桐生ちゃんのせいではないけど、桐生ちゃんのせいか。だが今は下手に動くわけにはいかない。立花から連絡が来るのを待つしかないか。そうか、明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください、キリュウさん。はい、あいつと連絡がつくまで俺をかくまってくれるような場所がどこかにあればいいんだが。どこよ。隠れ場所を探せ。なんだこの命がけの鬼ごっこは。ちょっと待って、地図見よう。もう矢印ないね。どこに向かえとかくまってくれる場所。風間組事務所と、いや違うよな。どこだよ、バカバカバカ。まあ、とりあえず隠れ場所を探しつつじゃない？ちょっとあんた今どんな状況？しのぎ、どんな状況よ？頑張ってんじゃない。しのぎ的には次、賭博王エリア制覇を向けて頑張っていきましょう。お金稼ぎつつね。で、今日はまあ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 、サブストーリーを回収する回にしようか。いっぱいある。カムロ町広いね。今日はどこ行こうか、キリュウちゃん。とりあえずやること的には CP 交換しつつ、何かしらのサブストだ。わかったか？そんな予定だ。行くぞ！走れ！え、錦大丈夫かな？車
車奪われて山奥からさ、スーツで降りてきたわけでしょ。財布持ってたのかな、タクシー拾えてたらいいけど。ギルちゃん、どうして車奪ったりするの。まあ仕方ないよな。あの状況だったら、うわ、錦と決別か。いつ再会できるんだろう。この空の一壺が解決するまで会えないなんて、そんな寂しいこと言うなよ。もう。でも大事な人だからこそ、そばにいちゃいけないんだよな。もう、キリュウちゃんは、触れるものみんな傷つけるから。寂しいよ、寂しいよ。じゃあ戦いながら行きます。はい。思い出そう。やべ、堂島組組員じゃ、兄さん方。兄さん方、こんにちは。はい、行けます、行けます。はい、看板持って、テレクラでドン、ドン。やべ、危ね、囲んでんじゃねえぞ。いいぞ。キリュウちゃんのパワースタイル。ナイスー。錦大丈夫かな。錦が死ぬのなんて、まあ、うん。だから GPS 仕込んどこうって言ってんのよ、私は。分かってる、キリュウちゃん。はい、CP 交換しに行くの。どいて。どいてくれよ。なんか、遠くねえ、神社。こんな遠かったっけ。羽室町広くて広くてしょうがねえな。楽しいな。ここか。あ、違うか。もう一個あっちの通りだ。神社向かいます。はい、 CP 交換しました。で、思い出したぞ。金持ちくんの絆をあげよう。真島兄さんとのパイプ役になってもらおう。どこだっけ。ヴィンセント、ヴィンセント、ここだろ。ヴィンセンツに行きましょう。キリュウさん、行きましょう。メインにはしばらく戻れないと思った方がいいよ、キリュウ。それが俺たちのやり方だ。行きます。はい、ヴィンセント到着。ヴィンセント来るの初めてかもな、ゼロでは。ヴィンセント、大人の遊び場やで。キリュウ、キリュウ、金持ちはいた。そんなところに隠れてこら。おい、金持ちくん、カムロ町、また会ったな。会いに来たぜ。福島くんか。君は確か豪快に金をばらまいていた。キリュウだ。あんたいつもここにいるのか。日本にいるときはね、割といつも世界中を飛び回ってるから、あんまり日本にはいないんだけどさ。忙しいんだ。自分の家には帰らないのか。今度帰るよ。あ、海外に行くときに、日本在住ではないんだな。え？海外に家があるのか。まあ金持ちならそういうこともあるか。キリュウちゃんは日本の家を燃やされたんだぜ。かわいそうだろう。違うよ。違う違う、僕の家はね、ジャンボジェットなんだ。ジェット機が家？キャンピングカー的なキャンピングジェット。何？ジャンボジェット。キリュウちゃん、ジャンボジェットって言葉好きそう。まあトレーラーハウスみたいなものさ。世界を股にかけるビジネスマンは飛行機にいる時間が一番長いからね。なんか寂しい人生だね。プライベートジェットを何機も所有しているんだけど、気分によって乗り換えるから、世界中の空港に場所を借りてるんだ。いや、最近は時価が上がって、駐車場代がバカにならないよ。キリュウちゃんはたった一つのアパートも燃やされたっていうのにな。金持ちの考えることわかんねえな。そんなわけでここは日本における僕らのオフィスってことになるのかな。投資ファンドへようこそ、キリュウくん。投資ファンド？君は僕がどうやって大金を稼いでるのか知りたがっていたよね。ああ。いくら空前の好景気とは言っても、本当に有り余るほどの金を稼いでるのはごく一部。仕事の内容は限られてるはずだ。俺がその答えさ。ここでお酒を飲んで、ただ電話がかかってくるのを待つ。それだけ。お金を動かしているだけなんだもんな、お前は。すまないが、あまり察しがいい方じゃない。もう少し詳しく説明してもらえるか。キリュウちゃんにも分かりやすくね。いいけど、ちょっと長くなるよ。あ、投資ファンドの説明もう一回聞かなきゃダメなのか。それでもいい？大丈夫だよ、キリュウちゃん。私聞いといたから。蒼天堀で。私が説明してあげるって。なあ。あんま聞くしかないか。頼むよ。頼む。説明を聞かせてくれ。それじゃあ結構長いから覚悟して聞いてね。めんどくさかったら聞き飛ばしてもらってもいいよ。きっとそんなに困らないから。そうか、これは蒼天堀でも神室町でも聞けるから。
どっちか聞いときゃいいよってことか。今回は聞き飛ばさせてもらってもよろし？うん、大丈夫、私が分かってるから、なんとなく。おう、実はカクカクしかじかってわけでね。うわ、ありがてえ。もう一回読む覚悟をしていたけど、ああ、省略してくれるのか、福島さん。なるほど、本当に分かったのか、気流。つまり俺が出資する場合、相手は M さんに、M 島さんに限られ、出資を受ける場合も必ず M 島さんからってわけか。そうだね。つながった。いや、理解が早いね。賢い、気流ちゃん。うん。どうした？そんな難しい顔して。わかんないことあるなら先に聞いときな。それ、ファンドを挟む必要があるのか？やだ、この子、ちょっと賢くない？気づいちゃったね。それは盲点だったよ。でも、それを言ったらおしまい感あるけどね。え？いや。だから、俺と M さんとの間で直接金のやり取りをした方が早いんじゃないか？いや、やだな、キリュウくん。一体どこに事業を経営するほどの大金を安心して預けられる相手がいるって言うんだい。僕らファンドがその情報網を駆使して信頼できる投資先を常に確保しているからこそ、君は安心して出資できるんじゃないかな。まあ、投資ってそういうもんだよね。うん、知らんけど。うん、そう言われれば確かに俺は投資についてはさっぱりわからないしな。素直でよろしい。いいから、キリュウちゃんはお金出せ。でしょ？ M さんにお金を渡すには僕らファンドを使わないとダメなんだよ。なるほど、分かったよ。金ならあるしな。お、安心してる。まあ、うまく言いくるめられた感はあるけどな。え、その M さんってのはどこの誰なんだい？そうだな、候補は日本中にいるよ。え？ファンドの窓口はカムロ町では僕だけど、大阪じゃ蒼天堀にも同じような人がいるし。蒼天堀か、行ったことある？私すげえ行ってんだ、実は。あっちの方はキャバレーだとか夜の商売が盛んらしいね。今投資するとしたらそういうのになるのかな。しましょ。つまり俺が出資した金が蒼天堀のキャバレー経営者の手に渡るってことか。そうそう、役もまたしかり。蒼天堀の誰かが出資したお金がカムロ町の君の手に渡るってわけ。つながった。ただし手数料として僕らが何割か抜くから全額がそのまま投資されるわけじゃないんだけどね。まあそういうもんだと思ってほしい。よし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 、キリュウとマジマ2人の主人公の間でお金を受け渡すことができます。まあ1回のしのぎでキリュウちゃんの方が大金を得るから、たくさん兄さんに仕送りしてあげよう。オッケー。と、まあ、こんなところかな。うん。あん、仕組みは大体わかった。それじゃあ、お近づきの印に、大サービスでキリュウくんに出資してあげるよ。あざす。1000万か、もっと横山かい、こっち家燃えとんねん。家燃えとるから、マンション1棟買ってくれませんか。何？こんな大金、いいのか、もらっとけ。そのお金でしのぎを頑張って、それでもし利益が出たら、余ったお金で僕らに出資してみてよ。最初に言ったけど、僕らはお金を回すだけ。キリュウくんにファンドを利用してもらわないと何も始まらないのさ。どうか、わかった。おい、終わったい。じゃあ一回出資してみようか。はい、絆を貯めろと。了解です。こんにちは。ファーストクラスってのを利用してみたんだけど、隣に知らない人がいるからびっくりしちゃった。やっぱり自家用機じゃないとダメだね。うるせえ。それはさておき、よし、ファンドへようこそ。今日は何の用だい？出資してみようか。あ、出資してもらう。おい、共通アイテムボックス、これだこれだこれだ。兄さんが預けたのをキリュウちゃんが引き出せると、オッケー。ニシキゴイだぜ、キリュウ。なんで私はこんなあんまを持っている。ちょっと待って待って待って、しばらくニシキには会えなそうだから、このニシキゴイで寂しい心を埋めるとするか。オッケー、あざまるです。じゃあ兄さんにはあんまあげようか。錦鯉のお礼にあんまん。なんでだよ、いらねえな。はい、あげます。オッケー。預けたものは相手が受け取る前なら自由に引き出せるからね。また気軽に声かけてよ。わかりました。あ、出資です。こんにちは。庶民は回転寿司ってのに行くらしいんだけどさ、それって一体何が回転してるのかな。はあ、寿司だバカタレ。おめえ
考えればわかるだろうが金持ちこら。それはさておき、ようこそ。今日一回出資してみようかね。はーい、出資したいんだが。緊張するね、初めての出資。蒼天堀の M 島さんに出資するんだね。それじゃまずは1000万円から行ってみようか。何、まあ、最初は1000万なんだな。金額が決まっているのか。そうだね、初心者は限度額が決まってた方が何かと安心なんだよ。慣れてきたら少しずつ増えていくようにするから。いや、限度額があるのはわかるが、1000万円固定なのはなぜだ。もっと少ない金額からじゃダメなのか。ちゃんとキリュウちゃん疑うじゃん、人のこと。私がいない間にちょっと賢くなってない。アホの子卒業だ、キリュウ。あ、怒った。急に怒ったぞ。怖っ。少ない金額っていくらさ、1円2円。そんなはした金ちまちま投資したところでいつまで経っても儲からないよ。いいのそれで。怖っ。いやまあそれは怒られた。1000万円でいいよね。ねえ、キリュウちゃんは推しに弱いから。わかった、投資しようとしただけなのにな。さ、それじゃあ気を取り直して。怖えわこの人。この人の沸点がわからねえ。今回出資額は1000万円だよ。出資していく。あ、お金はまた稼げばいい。オッケー、1000万円出資した。取引成立。はい、手数料 15% を引いた金額が M 島さんに届くから有効に使ってくれるといいね。たった 15% か。最初に1000万ももらっているから、あんたは大損してるんじゃないのか。そんなのちっとも痛くないよ。そのうちお金の方から勝手にやってくるから、キリュウくんは気にせずしのぎ頑張って。まあんたがそう言うなら。うん、次は手数料 10% にディスカウントするよ。お金に余裕ができたらまた出資してみてね。はい、じゃあ出資が終わったところで今日はサブストに向かいます。ミニゲームはまだやりません。あ、そうだ、ここでもなんか飲んどいた方がいいんだよな。いらっしゃいませ。ちょっと私との再会を祝して乾杯しよう。俺も全部飲んどかないとダメなんだよな、制覇しないと。うわ、もっと早く来ればよかった。じゃあまずはウイスキーで乾杯だ。山崎18年。おい、海外にも増えつつあるジャパニーズウイスキーファン、彼らの心を捉えて離さないのがこの山崎18年です。酒の違いなんてわからんだろ、キリュウな。すごいな、説明してくれて。龍が如くで遊ぶとお酒にも詳しくなれるね。でもキリュウちゃんは説明されてもわかんないよな。飲め、20歳、どんどん行け。お酒強いのかな、キリュウちゃん。美味しいか、ストレートで飲んで。もう一杯どうです。飲め、限界まで飲め。12年。はい、日本を代表するシングルモルトウイスキーですね、山崎12年。20歳でこんな洒落たの覚えて。もう20歳は炭酸で割れ、炭酸で割って飲め。これか、お前は発泡酒でいいだろう、キリュウ。強いね、いける口だね、お兄さん。もう無理かな、20歳の肝臓には厳しかったか。もう一杯いけんだ、もう限界までいけ。はい、ウイスキーオールド、いってやれよ。うん、こちらも非常にポピュラーな日本を代表するウイスキーですね。ウイスキーですね。はい、飲め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 。泥酔泥酔。酔っ払いの介護やだよ、私。ありがとうございます。これ以上はやめといた方がいいですよ。ありがとうございました、ごちそうさまです。あ、しっかりした足取りじゃん。キリュウちゃんお酒強いね。ナイス。泥酔したやつと街を歩くのやだからね、私。ちゃんと歩いて。よしよし、ちょっと行きたいサブストがあるのよ、キリュウちゃん、聞いてくれる？あのね、チャンピオン街、チャンピオン街のでやりたいのがあるんだ。ちょっとそこ向かってもいいか。走らせるよ、私は酔っ払いにも走らせるからね。走れ、俺！行け！逃げろ！今日はサブストの回です。今日も明日もきっとサブストの回です。こんにちは。ここで、どこかに、お前は喧嘩する人？しない人？しない人が。この角にあんのか。チャンピオンが、あ！なんか倒れてる人いる！あからさまに困っている女が。これ本物かな？本物の女？オカマだったらどうしよう。まあ、行くしかないか。ほろ酔いで助けよう。いや。外国人女性か。う、
クルシー。どうした？おい。おい、大丈夫か？助けて。え？傷ついてるようだな。失恋かな。このままでは話もできないようだ。治療する？キリちゃん、いつの間にそんなことできるようになったの？やるじゃない。何を渡そうか、もう薬頼り。だと思ったけどさ。じゃあ、いっちゃん安いやつでもいいか？もったいねえから。おい、これを使え。何があったんだよ。ああ、本物の女性だ。即効性がすごいね。体調良くなった。あなた、サンキューね。一体どうして倒れてたんだ？ん？私、ちょっと前、仕事なくなった。あ、仕事かな？仕事？仕事、働くこと。ああ、仕事のことか。仕事じゃなくて、仕事だ。丁寧に説明する。私してた仕事、とてもエッチなこと。夜の仕事。ああ、もう耐えられない。逃げてきたのか。私、そこから逃げてきた。でも、オーナーに見つかって、そして、乱暴されたってことが、許せねえな、キルちゃん。パスポート、その時取られたパスポートか、これは。このままじゃこの国、追い出される。故郷のファミリーは失えない。仕送りまでしていい子だな。パスポート？ああ、パスポートのことか。日本のパピプペポ、ザジズゼゾ、練習してるけど、話す途中発音する、難しい。いや、でも十分うまいよ。流暢、流暢。なるほど。この女はどうやら、濁点と半濁点を喋れないようだ。冷静に分析してるね、キルちゃん。ピザ欲しい。あ、これは、ビザのことかな？ん？ピザ？うん。そう、ピザね。ピザあれば私、ちゃんとした仕事、嬉しい。お前の言うピザってのが何のことかよくわからねえな。でもな、一般市民のキルちゃんに言われても、そういうのどうすりゃいいんだろうね。大使館とか行けばもらえんのかな？ピザない。ない人、この国でやっていけない。まあ、必要なんだろうな。私、ピザ手に入れる。とても無理。ピザ欲しい。ピザ、キリュウちゃんに言われても。誰に言えばいいんだろう。こういうの、ごめん、無知で。外務大臣とかかな？わかんない。この女どうやら、ピザというものが欲しいようだが、難しいサブストだな。確かこいつは濁点などを喋るのが苦手だったな。もしやこいつの言うピザってのは、ああ、ピザだろ？ピザのことじゃないか、バカだな！なわけあるか！おい、キリュウ、聞いてるか？私の話。会話の流れで絶対ピザじゃないだろ。ピザがあったらなんで働けるようになるんだ、この国は。おい！ピザから濁点と半濁点を除くと、ピザになる。この女が欲しがっているピザというのはピザのことで間違いないだろ。間違いない。なんでそんな自信があるんだ、キリュウ。なあ、ダメだ、この子アホの子だ、やっぱり。もう、それにしてもさっきからピザピザ連呼しているな。多分すでにピザを食べる口になっているんだろ。違う。なんでそんな信じて疑わないんだ、自分の発想を。後ろで誰か吐いてるけど、まあいいか。確かに、ピザがあれば、みんな笑顔になるからな。そう、みんな幸せになる。みんな、ピザ欲しい。すれ違いコント開幕です。ピザあったら、私また真っ当に働けるのに、悲しい。私のファミリー、みんな飢えて死ぬ。絶対ピザじゃねえだろう。ん？ピザを食えば働けるようになる？もしかしてこの女本当は、気づくか？相当ピザが好きなんじゃないのか。ダメだ、この子はもう。何も疑ってねえ。何も疑ってねえ。まっすぐな目をしてやがる。食べるだけで働く活力になるほどだ。この女のピザ好きは筋金入りだな。もう。あなた、ピザ手に入れられる心当たりないですか？心当たり？あることはあるが。ある？それ本当？どこに行ったら手に入れられますか？その辺で売ってるんじゃないか。最近は家まで届けてくれるサービスもあるらしい。お、宅配ピザ？何それ、日本最先端ね。もう日本人がバカだと思われる。あなたにお願いしたいことあります。私の代わりピザ手に入れてきてくれませんか？
何？俺がか？ピザ欲しい。でもきっと高い。私お金持ってない。お金ないけどお礼します。それはそのお礼ってのは、エッチなやつ？エッチなやつだったら大丈夫だよね、キリュウちゃん。なんかもうプロのお姉さんだから、もうキリュウちゃんが素人童貞みたいになっちゃう。まあそんなことはどうでもいいね。お願いします。私のピザ、手に入れてください。あなたが言ってるのがビザだとしたら、自分のビザを他人にもらってきてもらうって危ないくないか？とは言われてもな。私倒れてた。でも助けてくれたのあなただけ。あ、日本人が冷たいって思われんのはやだな。私日本の人の中優しい人あなたしか知らない。そう言われると困っちゃう。私あなたしか頼れない。ああ、この言葉に弱い。私の代わりヒサ手に入れてきてくれませんか？わかったよ、行くよ。行く行く。ピザを食うだけでこの女はまた働けるようになるんだ。少しくらい協力してやるか。絶対ピザじゃねえけどな。な、わかった。お前の大好きなもの俺が買ってきてやるよ。本当ですか？ありがとうございます。私また働ける、とても嬉しい。私昔ヒサ持ってた。だけど私のヒサ時間経って無理になった。確かにそういうもんは作ってからある程度時間が経つとまずいもんな。まずいの意味が違う。賞味期限ってか。これヒサのお金、代わり足りるかわからないけど受け取ってください。隠し財布ありがとう。確かに受け取った。作りたてのやつ持ってきてやるよ。熱々のピザ。私名前サマンサ・トマス言います。ヒサよろしくお願いしますね。わかったよ。とりあえずピザか。俺はキリュウだ、任せておけ。キリュウさんサンキューね。ピザがありそうなところ、洋食だからハンバーガー屋とかならあるかもな。スマイルバーガーにでも行ってみるかも。ここでもバカ。あんたは今日間違ってばかりだ。ハンバーガー屋にはないだろう。また別の食べ物だけど、まあ分かってよ、行ってくるよ。んじゃあスマイルバーガーか。ちょっくら行ってきます。お疲れだ。はーい、スマイルバーガー到着です。言っとくけど絶対ないと思うよ。私はハンバーガー屋さんに、まあ、ワンチャンチーズバーガーでもいいか。同じようなもんだろ。違うね。こんにちは。いらっしゃいませ。そういえば腹を空かせていた外国人の女、サマンサのためにピザを買うんだったな。ここならありそうだし頼んでみるか。頼んでみる。チャレンジ精神。ピザを1枚くれ。一番人気のやつを頼む。ちょっと見慣れてたからあれだけど、やっぱキリュウちゃんってハンサムだよね。いい男。え、ピザですか？当店ハンバーガーショップなんですが、本当にすいません。うちの子が変なこと言って本当すいません。帰ろうキリュウちゃん。何？ないって。ないのか？同じ洋食屋なんだから1枚くらいあるだろうと睨んでいたんだが、ないの。すいません。ピザはピザ屋さんにお願いするのがいいと思いますよ。餅は餅屋にってか。ピザ屋、カムロ町にピザ屋なんかあったか？ピザーラさんなんて、ああ、あるんだ。え、ピザーラどうです？詳しく教えてくれてありがとうございます。ああ、ピザーラ。なんでそんな堂々としてられるのよ。はい、はい、宅配ピザ屋さんです。電話一本で焼きたてのピザをすぐに届けてくれるんですよ。88年からあったんだ、ピザーラ。すごいな。おー、宅配ピザ屋か。いいじゃないか。じゃあそのピザーラとかいう外国人に頼んでもらえるか。人の名前じゃない、恥ずかしい。キリュウちゃんは今日間違ってばかりだ。ピザーラは人の名前じゃなくて店の名前ですよ。まあわかりました、電話します。え、お姉さんが頼んでくれるの？スペシャルミックスピザ L サイズでよろしいですか？ちょっと種類はこっちが決めたくない？ハーフ&ハーフみたいな。まあ、贅沢言ってらんないね。3000円になりますが。金がない。どんだけ迷惑な客だよ。払え。これで頼む。お金はある。了解です。じゃあピザーラさんを呼びますね。何から何まですいません。もうキリュウちゃん、だから言ったでしょ、ないって。ピザーラか。いいな。今夜ピザにしようかな。お、来た。おー、ピザーラ。おー、ガチガチのピザーラだ。
すごいな。電話一本で本当にすぐ届いた。時代は変わったな。あんたまだ20年しか生きてないだろう。はい。熱々のピザをお召し上がりください。ピザは熱いうちに食べていただくのが一番ですから。なるほどね。スペシャルミックスピザを手に入れた。わかった。ありがとうな、わざわざ。ごめんね、見守ってもらっちゃって。いえいえ、冷めないうちに早く食べてくださいね。今度はハンバーガーも注文お待ちしてます。あ、絶対食べに来る。ああ。よし、冷めないうちに？なんかこれも、熱々のピザを届けねば、サマンサの元へ急ぐとしよう。なんかタイムアタック系だったりすんのかな？熱々をめちゃくちゃ強調。1分30秒 !1 分30秒だ。キルちゃん、なんだこれは、なんだこれは、ちょっと、ちょっと待って待って待って、ちょっと正面からあんたみたい。はい、おいで、おいで、走って。え、なにこれ、ちょっと軽快な足取りでピザを届ける。ちょっとかわいい、かわいい、かわいい。おいおいおい、チャンピオン街にまっすぐ。こんななんか、跳ねるように走ったっけ、キルちゃん。いいね、いいね。ちゃんと持ってな。おいおいおい、熱々のピザを届けてやろうか。1分か。まあ、チャンピオン街そんな遠くなかったよね。任せろ。もうどれだけ私がカムロ町で遊んでると思ってんだ。チリなら任せてくれよ。なんかこんなゲームあったよな。東京フレンドパークでさ、こんなゲームあったよね。バイク乗ってそば届けるみたい。やべ、年齢バレるね。この回はやめよう、やめます。なんなら後でカットしとこう。ちょっと。え、ちょっともう一回前から見ていい？来て、おいで、走って。可愛くね。マジこのキルちゃんめちゃくちゃ可愛いんですけど。何よあんた。楽しいサブストもあるじゃない、ここだろ。はい、近い近い。余裕だぜ、熱々のピザ。え、いいねいいね。走り方超可愛いんだけど。うちのキリュウちゃん天才だぜ。で、どっかの端っこだったよな。こっちか。いないな。こっちか。あ、いた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 。やべやべ、ギリ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 。走れ走れ。あのちょっと、あのちょっとだ。いや、もうちょっと早く走れないか。お前走れたろ。オッケー。あと3秒のところで届ける。全部計算通りだ。おい、サマンサ。キリュウさん、お望みのものを買ってきてやったぞ。多分ピザじゃねえけどな。本当ですか？苦労したぜ。なんせ作りたてじゃないと意味がないからな。ありがとうございます。あれ、時間経つとすぐダメになります。ん？ん？サマンサ、お前言葉が、あ、そういえば濁点半濁点が。はい。仕事のため練習しました。ハピプペポ、ザジズゼゾ、言葉の途中でも言えるようになりました。なんて驚異的な成長スピード。真面目なんだな、サマンサ。そうか、サマンサは偉いな。ありがとうございます。ところで、あ、そうだな。どれを買えばいいかわからないから、とりあえず一番妥当そうなものを買ってきたぞ。ちゃんと写真も載ってたし、安心だろう。え？誰の写真？それもやっぱそうだよね。ピザじゃないよね。私の顔違うの？日付桐生。好みのものと違ったか？いろんなもんが乗ってていい感じの見た目だったぞ。確かにあれいろんなこと乗ってますね。なんとなく噛み合う。これは何？この台本は渡部さんが書いたのかな？それなら多分大丈夫なはずです。桐生さん、ほんと優しい日本人。私こんな優しくされた日本来て初めてです。ドイツは良かった。キリュウさんからもらうそれ、期限切れるまで頑張って働きます。ん？ん？切れる？最初から切れてると思うが、まあ、6等分っていうか8等分ぐらいにね。え？え？もう切れてる？どういうこと？ん？店員が8等分にしてたような気がする。気づくか、サマンサ。8等分、私言葉意味わからない、ダメだ。それ、大丈夫ですか？俺もあまりこういうものは買ったことがないから詳しくないんだが、サマンサの国のものとは違うかもしれないな。サマンサ出身どこ？なるほど。確かにそうかもですね。それじゃ、これを食って頑張って働くんだぞ。めちゃくちゃドヤ顔だ。ピザーラ、お届けだ。めちゃくちゃいい声で届けてくれるじゃない。ちょっと、スペシャルミックスピザ、キリュウさん。俺のことは気にするな。全部食べていいぞ。ん？あの、これピザです。これピザです。私欲しいの。
ピザです。やっぱりそうだよな。え？うん、あ、確か、サマンサはピザが欲しいと、ピザを食べて元気に働きたいと。言ってない、言ってない。ピザでどうやって働くですか、正論。どうやら勘違いをしてしまったようだな。ピザとビザを間違えるとは一生の不覚。まあ、失敗は誰にでもある、キルジャン。あ、男の声だ。おお、サマンサじゃねえか。約束の時間だぜ。誰よ、あんた。ん？うわ、センスのないスーツ着て、あんた誰？おう。誰だ？この男。うわ、私にエッチな仕事させる人？私、この男から逃げてきた。悪い奴か。なんだと？サマンサ、約束ちゃんと覚えてるよな。目つきの悪い男。約束の時間内にお前がビザを手に入れられたら、パスポートも返すし、うちの店から解放してやる。おい。だけど、もし手に入れられなかったら、死ぬまでうちで働いてもらう約束だったよな。終身雇用。ちょっと待って、キリュウちゃんとんでもない間違いしちゃったんじゃない？これじゃダメですか？ワンチャンね。ビザじゃダメですか？言うてますけども、ん？これ、ビザじゃなくてピザじゃねえか。こんな間違えるバカがいるわけねえだろ。うぅ、キリュウちゃん。わう。間違えちゃいけない場面だったんじゃないか。うん。俺がピザを持ってきたせいで、サマンサが窮地に立たされているようだな。サマンサ、早く来い。今日からまたビシバシ働いてもらうからな。お前嫌がってんじゃん。やめなよ。はい。サマンサ。おい。おい。待て。なんだてめえは。お前の店では外国人を不当に労働させているようだな。はあ？それが何か？オタクに関係ないでしょう。若干あるかも。いや。いや、なんとなく俺にも責任があるような気がするんだ。だから、サマンサを連れて行くのはやめてほしい。なんだと？お前まさかサマンサに。大事な商売道具に何かしたんじゃねえだろうな。サマンサは道具じゃない。別に何もしてないよな。少し間違いがあっただけだ。間違いがあったらと？許せねえ。文句があるってんなら、お前をぶっ殺して連れて行くまでだ。んだよ。女性を道具としか見てねえんだろ、おめえこの野郎が。やってやりましょう。はい、キレイちゃん、キレイちゃん、チンピラで行っちゃりましょう。はいはいはい。痛い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 。なになになに、やめてよ、触んないで。びっくりした、びっくりした。痛い、こいつ何、こいつ強い強い強い。こいつ急に強いじゃねえか、バカ誰が。弱えわ。サマンサ大丈夫か？キレイちゃんの事務所呼んであげれば。第二秘書、第二秘書。クソ強え。サマンサ、もうこの男に従う必要はない。ビザが欲しいなら、ちゃんとした手続きを踏んで申請するんだ。やり方は、俺が教えてやるから。な。しっかりした、キリュウちゃんだぜ。キリュウさん。おい。ザマンサのパスポート、ちゃんと返してやれ。バカだれ。嫌だ。何、往生際悪いわね、あんた。だだこねるんじゃないわよ。何？行かないでくれ、ザマンサ。ちょっと待てよ、なんだこの展開。おい。俺、本当は。嘘だろ。何これ。お前のことが好きなんだ。好きな子にエッチな仕事をさせてたの？どういう性癖？俺、お前のことが好きすぎて、パスポート奪って店から離れないように、俺の元から逃がさないようにしてたんだ。愛が重いわ。今まですまなかった。だから、行かないでくれ。そしてよければ、俺と結婚してくれ。飛躍しすぎだし、都合が良くないか、お前。そんな、あなたと結婚だなんて。俺と結婚すれば、ビザなんかなくたって日本でずっと働けるし、家族に仕送りだって続けられる。ズーリーは弱みにつけ込んでんじゃねえかよ。でも私もうエッチなことしたくない。もちろんこれからはエッチな仕事はさせない。なぜ今までさせてた。ザマンサに真っ当な仕事も探してやる。だから俺を許してくれ。そして俺のそばにいてくれ、頼む。どうすんの、ザマンサ。
どうするんだ、サマンサ。この人、私にひどいことした。うん。でも私みたいな女を受け入れて仕事くれたのもこの人だけ。いや、なんか違うと思うな。寂しい時にそばにいてくれたみたいな感じでしょ。ストックホルム症候群だよ、サマンサ。寂しかった私に声をかけてくれたのもこの人だけ。ん？サマンサ、今も故郷では家族がお腹空かせて待ってる。私まだ日本で働かなきゃダメだから。私結婚するよ、キリュウさん。嘘、マジ？いやでもサマンサが決めることだからな。やめとけなんて軽はずみに言えないし。え？それでいいと思う？それはお前が決めることだ。お前がそれでいいと思うならそれでいい。そんな、なんか簡単に決めていいのかな。でも簡単じゃないのか、サマンサ的には。うん、ありがとう、キリュウさん。おいお前、またサマンサを傷つけたりしたらただじゃおかねえぞ。絶対に幸せにしてやれよ。俺二十歳が言ってんだぜ。言葉の重みがすごい。はいはい。うん、まあ信じるしかないな。キリュウさん、本当にありがとう。これお礼です。ありがとう、セキュリティ財布。めちゃくちゃ財布くれんな、君は。ありがとう。はい。あ、そうだ、せっかくだからキリュウさんのピザ一緒に食べようよ。いいのか？もちろん、まあみんなで食べた方が美味しいもんな。そうか、なら熱いうちにいただこうか。割と急いできたのに、この茶番のせいでよ、冷めちゃったんじゃないか？ピザも夫婦仲も熱いのに限るからな。ヒュー、お後がよろしいようで。あんまうまくないよ、キリュウちゃん。もう立ち食いですか？では、いただきます。ピザーラだ。ああ、似合うねー、あんた。ピザ似合うよ。いただこう。乾杯を、そうやって食べる。食べる。熱い、熱い、うん、熱々か。うまいな。よかった。間違ってはいたが、俺の用意したピザ。おいおいおい、見てるぞ！ピザーラが見てるぞ！なんでだよ！なんでここにいるんだよ！間違ってはいたが、俺の用意したヒサもいいもんだろ。なんで？うん、うなずいてるしよ。キリュウさんのヒサ、世界一のヒサだよ。もうな、何ガッツポーズしてピザをお届けします。ちょっと何、心温まるサブストーリーなんかじゃないんだからね。ちょっと今日はピザ届けたから満足でしょうよ。やべ、カツアゲくん来てるから逃げつつ逃げつつ。カムロ町戻ってきたのでね、ニシキに会えないのは寂しいけれども、キリュウちゃんと一緒に頑張っていこうね。まだまだメインストーリーには戻らないぜ。はい、ご視聴ありがとうございました。